自動車のパリダカールラリー、パリダカ、で1997年に日本人初の総合優勝を達成した世界的ラリードライバー、篠塚健次郎、篠塚健次郎、さんが18日午前、膵臓、膵臓、んのため、長野県諏訪市の病院で死去した。75歳だった、写真、パリダカ初優勝のゴールを切り笑顔の篠塚さん。 東京都出身、71年に三菱自動車に入社し、営業マンア整備校の傍らラリー競技を行った。86年からパリ高に参戦し、87年に総合3位。登場マシンのパジェロとともに人気を集め、参戦1 2年目の97年に日本人初の総合優勝を果たした。世界ラリー選手権、WRC では、 91年のアイボリー・コーストラリーで日本人初の優勝。翌年連覇を果たした2007年までパリ高に参戦を続け、その後も母校の東海大でソーラーカーレースに出場するなど、長年にわたり日本を代表するドライバーとして活躍。モータースポーツ界を先導した22年に日本自動車殿堂入り、議定は俳優の三浦智和さん。